調子は。今日ね、24時間のまたフィットネスに来てますね。今日は、ジャグジー、ハットサウナ、それとスティームサウナ、この3つをね、こうぐる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 約2時間ぐらい休んだりしながら入ってきたっていうやつですね。なんかね、体の調子がなんかいいですね。まあね、周りはね、こんな感じなんですけど、ね、超でかいですね。日本のやつに比べると、まあ超でかいと思いますね。多分ね、マシンも何百台ってあると思いますし、あと、なんかバスケットのコート、プール、それと、あとなんだ、まあ、あの個室とかもね、特別室みたいなのもいくつかあったりして、まあ結構ね、充実してると思いますね。24時間フィットネス、あと LA フィットネスとかいろいろあると思うんですけど、またこじんまりとしたね、フィットネスとかもあったりするんですけど、まあ自分が加入したのは24時間ですね。まあ以前もね、24時間フィットネスだったんですけど、以前はね、400ドルでね、2年間だったんですね。で、今回はね、300ドルでね、1年間なんですね。まあ、そうですね。まあ、体ね、腰とか足とかのね、リハビリがまあ自分には必要だということで、まあ、体をね、温めながら、スティームサウナとかね、サウナとか、ジャグジーに入りながら、まあ、プールもあるんですけどね、リハビリをこうね、始めようかなっていうことで。まあ、周りはね、こういう感じで、まあ、休むとこがあったりするんですけど、まあ、足もね、いい感じですかね、こんな感じで。まあ、そういうことでね、また、新たに、2、3日前から、チャレンジっていうやつですね。おしい。また野菜、またベジタブル、ピッ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 。